皆さんこんにちは、横山です。今回は奈良県、吉野町の、吉野三国神社にやってまいりました。吉野はですね、世界遺産に登録されたところなんですけども、その中心の一つですね、吉野の山のね、かなり上の方なんですけども、三国神社というのがありまして、その神社にやってまいりました。まあ、簡単に言うとですね、吉野の、上の方の、ね、中心の神社ですね。結構上上がったところで、まあ、結構歩くんですけどね、急な坂道を。本当に見応えのある神社ですね。これ重要文化財のね、大門ですね。1604年に再建されたって書いてありますね。三国神社ってね、面白い名前ですよね。順路がね、もう決まってまして、中庭をね、ぐるっと回る感じですね。御朱印受付からお払いどころで幣殿と本殿があるって感じね。幣殿がこの奥で本殿がこちらってことですね。西行法師座像がありますね。すごく綺麗ですね、デジタル。マインドトレイル。奥大和の中の美術館ってことでね、水面ってことで非常に綺麗な映像が流れてますね。このモダンな、あの、この伝統的なね、その寺院の中にね、このデジタルなモダンなね、その画像っていうのはね、すごくなんかマッチしてますね。拝殿、幣殿。重要文化財ですね。桃山時代、1604年再建されたってことで、もう江戸幕府はもうできてる時期ですね。みこしがありますね。小森大明神に書いてありますね。みこしがこちらにもありますね。1604年、豊臣秀頼公寄進の神輿ですと。大変壊れやすくなっています。すごい古いですね、この神輿がね。ポータブルシュラインということで。これが本殿ですね。これも1604年に再建されたものですね。3つ連なってますね。ここにもね、建物があります、ね。国宝に指定されてもいいぐらいのね、感じがしますけどね。まあ、なんか。で、これが大門ですね。門ですね、ゲートですね。これはフクロウでしょうかね。奥に窯がありますね。
で今からですね、花やくらっていうですね、展望台が近くにありますので、そこまでね、歩いていきたいと思います。もうほんとすぐ近くなんでね。まあそこも有名な観光スポットなんですね。蔵王堂がですね、ここから 3.1 キロですね。蔵王堂はあの、まあ、下の方のですね、中心ですね。まあ、この辺はね、坂そんなにきつくないんですけど、途中坂がすごいきつくてですね、あの距離も結構あるんですけども、あの勾配がね結構きついんですよね。だからもし歩いてくるんでしたら結構ね、そのなんて言いますか、体力つけてからというか、ちょっと足腰が弱い人は結構きついかもしれないですね。まあ車でも来れるんですけども、車のその道がね狭いんで、あんまり車をおすすめできないですね。勾配もきついんでね、車が運転もね結構大変だと思いますね。まあこれがね春になったらもっとたくさんの人来ますから、まあ、今はね、まあ、ある意味オフシーズンというか、紅葉もねまだ早いですし、まあ、花見のシーズンでもないんでね、人は少ないんですけども、人が多いとね結構車は大変だと思いますね。でこれが有名な花やくら展望台ということで、吉野のね、有名な観光スポットですね。三熊神社から今こう来てね、花やくら展望台に向かっています。だから吉野観光しようと思ったら、まあ、もし歩きで来るんでしたらやっぱ一日見といた方がいいと思いますね。まあ、ここまで来るんでしたら結構ね時間かかるんで、蔵王堂だけね見て帰るんでしたらね、もう半日でいいんですけども、上まで上がってくるんでしたらやっぱりね一日見といた方がいいですね。ここは花やくら展望台で吉野千本桜がね見れるところですね。素晴らしいビューですね。ここにベンチもありますからね、こうやってまったりとできるわけですね。素晴らしい。まあこれでね桜が咲いてたらねもう最高ですけどね。でも十分綺麗ですね、この山並み。あそこにねお寺が見えますけども、あれがね蔵王堂ですね。だからあそこから歩いてきたんですね。だから結構ありますよね。であの辺にあのまあ家がいっぱいありますけども、あのお土産物屋さんとか、くずのね、うどんとかね、くずまんじゅうとか売ってるね、いわゆるお土産物屋さんがあの辺たくさんありますね。ここはなんかちょっと舞台みたいになってて、ここはうっそうとね、木が茂ってますね。まあ、これ花見したらねすごくいいんですけども、これもマインドトレイルってことでね、キュッキュッって書いてあります、ね、
テレフォノトレイルって書いてありますね。なんかマシンがね、設置されてありますね。テレフォノトレイル。はい、ということでですね、今回は、奈良のですね、吉野の御蔭神社をね、散策しました。せっかくね、吉野来たからにはですね、まあ、上まで来て、御蔭神社までね、歩かれるのも、まあ、一つかと思いますんでね、まあ、足に自信がある方はですね、上に登られることをお勧めします。